それでは改めて区内のワクワクスポットをご紹介しましょう。はい、はい、こちらまずは、先ほどレポートでひかよちゃんが言ってきた生物園です。はい、いいですよね、うん、本当好きなんです。確か4月かなんか新しいのできましたよね。そうそうそうです。施設がね、はい、こちらわらびやインコに会えるオージードームですね。いいですね、わらび見てやって可愛いです。うちの女房もこのぐらい可愛いといいのにね。本当にね。あ、だったらね、人懐っこいオカメインコにも会えますよ。顔はとても似てます。オカメインコかこの顔、うちの女房の顔です。はい、続きましてね、はい、これ、都立舎人公園、はい、これは本当楽しいですよ、うん、大きな滑り台もありますし、ね、バーベキューもできますんで、はい、どうぞ家族でお出かけください。そしてこちらの桑袋ビオトープ公園、はい、皆さん覚えてますか。おさらいです。ビオレンジャーになれます、ここはね。そうです、4月にひかるちゃんがね退職してきてくれましたけれども、はい、テストを受けてビオトープの生態系を守る任務につけるわけですね。はい、いろいろザリガニとか釣れますんで。はい、はい、さあ続きまして大谷にありますこちら郷土博物館、これね私好きなんですよ。いろいろね、うん、展示してあって古いものが、そう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 、懐かしい気がしていいんですけど、なんかね聞いたらね、うん、のつぼっていうのがこれ珍しいのを展示されてるよって言って、うん、なんですかね、なんですか、のいや行ってみたらって言われて、とりあえず行ったらなんか腰あたりまで浸かるといいよなんて言われた。なんだろう、気になる。気になりますね、これね。気になりますね、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう、これ、はい、はいはい、そして夏といえばプールです ね、 ね、はい、区内にも屋内屋外いろんなプールがありますよ。いいですね、うん、もう私やっぱり落語やりながら泳がないんであんまりね普通泳がないと思いますけど、プールはいいですね夏は、はいはい、そうですね、ぜひ行きましょう。はい、まあ、いろんな施設がありますけれども、はい、もしお出かけの際はですね、休館日開館時間などを確かめてからお出かけください。はい、本当ですよ、私みたいに間の悪いのはね金沢のサッカーのシュート見てないのそういう間の悪い人、はい、決して、こう時間を確かめてから行きましょうね。はい、特に恵子さん気をつけてください。はい、では続きまして各施設の催しをご紹介します。はい、はい、まずはですねこちら郷土博物館では紙すきはがき作りが行われます。これいいですね、はい、それからね先取り情報なんですが、8月10日から昔の道具展が開催されます。ああ、でもこれあれですもんね、あこさん大体こういう家に今でも住んでますもんね。そうそう、まあまあ、うちで使ってる道具に近いものが展示されます。そしてですね、はい、こちらの桑袋ビオトープ公園では、はい、ザリガニを食べてみよう。え、ザリガニ釣ったやつをこう自分で食べるんですか。さすがにそれはねちょっとできないんですけども、今回食用のザリガニをご用意いたしました。はあ、うん、食べたことあるんですか。いやいやいや、まあ、それは味はね食べてみての、まあ、お楽しみということで、絶対食べてますよお出かけください。はい、はい、続きまして、ね、私ね、はい、ちょっと気になったのがこれです。はい、夏休みワンドのカニ大調査という、うん、これもおそらくはカニ食べるんですよね。残念でした、これはね食べるんじゃなくて調べる催しなんです。調べてください。あ、そうですか、はい、すみません、カニを捕まえるコツやいそうな場所について調べます。美味しいのになカニな。はい、そしてこちら都市農業公園の、はい、農村体験の夕べ。ほうほうほう、これは何ができるんですか。はい、こちらはね野菜を収穫して味見をしたりとか、はいはい、それからね、わら細工の工作体験ができます。わら細工、上手なわら人形を作れます。はい、人形はやめてください。違いますね、はい、それからね先取り情報なんですが、はいはい、何でも先取りですな。そうなんです、はい、足立自然体験で集まれ荒川調査隊というイベントがですね、あるんですよ。これ面白そうですね、うん、これはね8月22日に、行われまして、水辺の生き物を網で捕まえて観察したり、はい、それからおすすめがね、はい、巡視船の荒川号に乗って荒川を、ね、見学できたりするんです。へえ、面白そうですね。でしょ、ね、はいはい、参加無料ですのでぜひご参加ください。お待ちしております。ではここで区からのお知らせです。区では毎月第4日曜日に本庁舎を開庁し窓口業務を行います。開庁時間は午前9時から午後4時となっています。7月の休日開庁は25日です。どうぞご利用ください。さて今月も終わりの時間が近づいてきましたが、健康さんこの夏の予定は。はい、もうこの夏はあれです、プレミアム商品券があります。もういろんなところに買い物に行かされると思います。行かされるんですか。そんな健康さんにもひととき憩いの時間を持ってもらいましょう。はい、第32回足立の花火が、7月29日木曜日夜7時半から荒川河川敷で行われます。ね、で今回のテーマは、はい、大好きなあなたへ音と光のプレゼントです。ですね、多分あこさんも行きます、はい、一人で、たった一人で寂しいです。この柄です、この柄の人見つけたらちょっと声かけてやってください。お願いします。はい、さて、来週の輝け足立人は西高小学校のブラスバンドの子どもたちです。もう一生懸命ですからね、応援してやってください。はい、はい、では最後は去年の花火の様子をご覧いただきながらお別れです、ね、はい、さようなら。